皆さんこんにちは、モーターサイクルジャーナリストの大谷雄一です。今日、ウェブやマシンで紹介するのはここハッシュタグワークマン女子、墨田区の東京スカイツリーのたもとにオープンしたワークマンです。このワークマン、墨田区初出店どころか都内かなり都心に近い位置に出店したなかなか注目のワークマンになります。で、今日これからですね、店内を巡りながら春夏の新作ですね、ライダーに使えるようなウェアですとか、パンツ、このあたりも一緒に紹介していきたいと思います。駅を降りてすぐ目につくのがこのワクコちゃんというキャラクターの立体ものですね。女性が入りやすいような工夫がされています。では中に入ってみましょう。こちら見てください、キャンプをイメージしたようなディスプレイがありますね。で、よく見てください、この頂上の方行くとなんと、はい、作業員の方のプラモデルがありますね。ここで、ワークマンらしさをちょっと出していたり、遊び心があります。ワークマンという名前がついていますけれども、作業服は一切扱っておりません。ご覧の通り明るい店内です。扱っているものもカラフルですね。レディース、ユニセックス、メンズ、あとは、今年からちょっと強化したジュニアもの一般アパレルが中心となっております。お、このトートバッグ、実は先日私買いまして、外周に数えて9個もポケットがあるんです。だけではなくて、ファスナーがあって開けます。大容量26リッターもあります。ここになんとフルフェイスがぴったり収まるんです。ですので、ぴったり収まってちゃんとファスナーが締められる、ヘルメットが入った状態で、こういう感じで移動できる。例えばですね、バイクを車検に出してその帰りヘルメットを持って帰るですか、あとは最近入るのレンタルバイクなどでヘルメットを移動するとき、なかなかそのヘルメットに付属する巾着だけではちょっと心もとないっていうときに、このちょうどいいサイズのトートバッグ、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。表地がなんとコーデュラです。これでなんと1900円、なかなかこれおすすめです。おーん、これあれいいですね、ライダースレインジャケット、あれこれはちょっと新製品ですね、見たことありません。いいですね、ライダースレインジャケット、ほう、まさにライダー向けのもうガチのレインスーツ、レインジャケットのようですね。袖もしっかり立体サイダーになっていますし、あと前足のファスナー止水タイプになってますね。こういうポケットも止水ファスナーが使われています。あ、なかなか、うん、工夫が行き届いたレインジャケットかもしれません。それではちょっと着てみたいと思います。私だとちょっと LL なんですけども、大きいかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。シングルライダース的なカッティングを取り入れているので、パッと見もしかするとレインジャケットに見えないかもしれませんね。これちょっと注目の新製品じゃないですか。このようにちゃんと後ろ身頃が長い、裾が長くて、こう前傾線になった時にお尻が出ないような作りになっていますよね。このようにアジャスターもついています。これは注目の新製品と言えるかもしれませんね。この新作メッシュジャケット、去年もあったんですけれども、カラーバリエーションがちょっとガラッと変わりましたね。はい、はい、林さんお願いします。まあ、昨年は黒のみだったんですけれども、うん、今私が持っているこのカモフラ柄カーキの今年3色展開でご案内しております。あ、じゃあブラックも継続で。ブラックも継続で。なるほど、はいはい、これ去年着させていただいたんですけど、なかなかライディング向きといいますか、完全にライダー向けの商品ですよね。はいはいはい、一応我々作業服 の会社ですので、うん、はい、一応その心も忘れずにバイクの方に、うん、じゃあワークの方も多少行けるようにってことですね。はいはい、作業の方でも、お使いいただけるように、こちらコージュラーと書いてあるんですけれども、その丈夫なナイロンの生地を、まあ、物を担いだり肩が擦れるので、まあ、擦れに強い、生地をこちらに、使用しております。まあ、バイクでヘルメットをかぶっている時はあまり使わないかと思うんですけども、まあ、ただそのライダーの方も、はい、ヘルメット脱いだ後にちょっと日差しが強い時なんかは、はい、まあ、日焼け防止にもなるかなと思ったんですよ。はい、なるほどです。いらないときはこちらファスナーを外せばですね、取り外すことができるようになっておりますので、うんうんうん、お客様の、用途に合わせてお使いいただける仕様になっております。なるほど、はい、あとはですね、こちら胸ポケットの、ここの部分ですね、携帯電話とかでフラッシュを焚いて写真を撮っていただくと、ピカッと光る、分かると思うんですけども、リフレクターの、はいはいはい、仕様になっております。はい、背中の部分にも大きく
その反射材の方をつけさせていただいております、うん、はい、こちらですね、袖口なんですけれども、こちらのアジャスターがつきまして、と袖を調節することができるようになっております。このジャケット、あとバイク用に適している部分教えてください。はい、こちらなんですけれども、肘の部分ですね、こちら、シャーリングがついておりまして、肘を曲げたときに、肘を曲げやすい、仕様になっております。あと袖の部分ですね、こちらもアジャスターがついておりまして、こちらを締め直すとですね、袖の、バタつきを防止することが、できるようになっております。であと最後ですね、こちらのファスナー外していただくと、長袖から、半袖へ切り替えることができるようになっております。あとこれサイドのポケットもあれですね、ペットボトルぐらいが入りそうなサイズですね、はい、500ミリのペットボトルではこちらのゴムが伸びて収まるようにはなっております。はい、林さん、続いてこちらのジャケットなんですけれども、もともとこれ、コーデュラユーロなんで完全にワーク向けに作られたモデルですよね、去年までは。で今回だいぶその通気性のいい生地を使われたようなんですが、はい、去年まで の, 布の生地と違いまして、こちら見ていただければ分かるんですが、大きなメッシュというか網網の生地になっておりまして、 3D オーロラメッシュ、オーロラメッシュです、はい、で通気性が良くてすごいこう涼しいというような生地になっております、背中の大きなポケット、これは実はポケタブルなんですね。はい、はい、背中の腰の部分の、ポケットですね、ノートパソコンぐらいであれば収まるサイズには、なって、おります。でさらにですね、ここを、ひっくり返していただくと、これが全部入ってしまうってことですね。全部、はい、収まります、はい、くるくると丸めていただくと、お買い物バッグのような感じに小さくまとめることができます。これ小さくまとめることによって、荷物がコンパクトになるからいいなと思ったんですよ。そうですね、十分可能だと思います、うん、はいはい、だいぶ明るいといいますか、視認性のいい色を、はい、こちらは、常に意識をしているところではあるんですけれども、はいはい、やはり安全性という点では明るい色で、実際、はい、人気なところは黒とか紺とかのシックな色なんですけれどもはい、はい、明るい色も結構人気があったりもしますので、なるほど、はい、今回こちらの色を採用しております。カラーバリエーションとしては、こちらの緑とこちら白の、はい、2色を、2色でご用意しております。はい、わかりました、ありがとうございます、はい、これからの季節のインナーとしてちょっといいものを見つけました、マイナス冷感、こちらですね、接触冷感素材が使われていて、先ほど紹介したメッシュジャケットと組み合わせるとなかなか涼しくなる、そんな素材が使われていますね。こちら、8つの鉱石が練り込まれた生地を使っていまして、血行を良くすることによって疲労も軽減するというなかなか機能的なアンダーウェア、この2種類いかがでしょうか。カラーバリエーションも、たくさんありますので、ご家族で揃えたりとか着回しができそうですね。はい、ワークマンなんですけれども、今年からかなりそのキャンプ用品にがっつり力を入れてきました。ご覧ください、アルミテーブル、これがなんと980円、しかもカラーバリエーションが黒、青、茶色揃っています。はい、座り心地のいいチェアが出ました。価格は1500円ですね、かなり安いです。はい、先ほど紹介したテーブルと椅子、畳むとなんとこのサイズになります。キャンプツーリングの方、これだったらシートバッグに簡単に入ると思います。キャンプツーリングされる方いかがでしょうか。はい、店名を受けてこのエリア完全にもうレディース商品が多いですね。で奥行ってみましょう。はい、こちら、今年からかなり力を入れているジュニアサイズモデルですね。お父さんお母さんと、同じものを着たいというに向けてこういうラインナップが増えてきました。はい、ご覧の通りハッシュタグワークマン女子、なかなかラインナップ面白いですね。ご家族連れで来てもなかなか楽しめるような品揃え、さらに言えば今年春夏だいぶワークマン攻めた、特にアウトドア系ですね、ライダー向けもそうなんですけれども、アウトドア系かなり攻めたラインナップになっていました。こちら東京空町なんですけれども、ライダーにとって嬉しいのはなんとバイク駐輪場があります。ですのでオートバイでいらっしゃった方、東京方面ちょっとツーリングがてらこちらに遊びに来て、で、ついでに浅草観光なんかされてもいいんじゃないかと思います。以上、ハッシュタグワークマン女子レポートでした。ありがとうございました。